アメリカハイフィデリティケーブルズが出した、導通改善剤 NPS12603D、こちらがブレークインが完全に終わりましたので、その音等のご報告を今日はしたいと思います。私はメインシステムにはアンプの電源インレット部と、あとスピーカータミナですね、とあとはステレオカートリッジ、モノラルカートリッジのリードワイヤーを取り付ける部分、リードワイヤー部ですね、そこに塗ったんですけども、効果、ブレークインが完了してたって音を聞いている印象としては、やっぱり空きコンセントに挿す MC シリーズありますよね。あれとやっぱり効果の傾向、質というのは非常に似てるなという、そういう印象を持ってます。やはりNPS1260 自体が、MC シリーズの内部でも接点部で使われてるらしいんですよね。コンタクトエンハンサーとして。でというのもありますけども、基本的にハイフィリティケーブルズが作ったもの なので、同社がアメリカで特許を取得している磁気伝導技術に基づいた導通改善剤なんですよね、 NPS1260 というのは。なのでやっぱりブレークイン完了した音というのは MC シリーズを加えていった時 の変化、音質の改善の方向とよく似ていますね。もうすでに、日本でももう発売されてますので、もうご自宅でお試しになった方もいらっしゃると思うんですけども、その方々も多分同じ印象をお持ちだと思うんですが、MC シリーズはね、空きコンセントに挿すものなので、コンセントの数ってもちろん限られているわけですけども、オーディオシステムにおける接点の数っていうのはその日じゃないですよね。なので NPS1260 を使うと、接点でも本当にかなりオーディオシステムってありますので、その接点の数だけ磁気伝導技術の効果が得られる、効果を加えられる接点の数だけ、そういうアクセサリーだなっていう印象を持っています。はい、で、何はとまあちょっと聞いてみましょうか。今日はアナログですねをで視聴してみたいと思います。ではステレオ版から聞いてみましょう。ボザルト寮演奏で、ショーソンのピアノとバイオリンとチェロのトリオですね、30奏曲です。今ちょっとゲリラ豪雨が外で始まっちゃってるので、背景にザーザー、若干聞こえるかもしれません。大丈夫だと思います。はい、じゃあ次はモノラル版を聴いてみましょう。イエルク・デムズピアノ、バリリカルテットでブラームスのピアノ四重奏曲第1番ですね。カートリッジはモノラルのジックスの R50 モノです。はい。
はい、じゃあ次もモノラルで、ドビュッシー作曲のこちらの版、フルートとハープのためのソナタですね。フルートがジャンピエール・ランパルで、ハープはリリー・ラスキヌです。少しずつ聞いてみましたけども、いかがだったでしょうか。まあ、今ちょっと聞いてみて思ったのは、実在感がすごいですね。モノラルってただでさえ実在感がすごいですけども、以前と全然違いますね。なんて言うんでしょうね、音像の重さと密度感、立体感、それが、さらに高まってるんですよね。ステレオも同じことが言えますけども、でステレオでもモノラルでもそうなんですけど、やっぱり音像の立体的な配置ですよね。まあそれは当然音場の立体感でもあるんですけれども、これはちょっと戻れないですね。サンプルをもう輸入元のブライトンさんにお返ししてしまったので、私はメインシステムは先ほど申し上げたところしか塗ってないんですけども、まあそのし普通に購入して他の設定にも塗りたくなりましたね、やっぱり。NPS1260 は結構な、ね、値段、販売価格結構高いので、その点で躊躇してしまうところが実際ありますけども、他の導通回線材とかね、接点クリーナーの類っていうのは定期的に半年に1回とか、あるいは1年に1回ぐらいもう処理し直さなきゃいけないので、その度ごとに、まあ、減っていく、あるいは買い替えなきゃいけないものですけども、NPS1260 3D に関しては本国の説明でもにもあるんですけども、その接点部、まあ、ケーブルを頻繁に抜き差しして、そのせっかく塗布した NPS1260 の液体が薄れちゃったりと剥げたりしない限りはもうそのままでいいんだと、塗り直し必要なしで、効果は半永久的に続くということなので、それを考えると、一回処理しちゃえばもうあとはずっとそのままでいいっていう、それは楽ですし、それを考えれば、まあ、半永久的に使えるんだったら、まあ、逆に安いでしょうね。でまあ、実際私なんかも半年に1回他のメーカーの同窓回線材で処理してましたけど、結構バカにならないお金だったので、楽になるし音も良くなるから、これは終わりじゃないですかね。とりあえず今私が考えているのは自作の電源ボックス、今ちょっと MC1 Pro と MC1 Pro ダブルヘリックスプラスシグネチャーが刺さってて、なかなかやりたくないんですけど、いつかそれを引っこ抜く機会があったら、自作の電源ケーブルの電源ボックスの内部のその接点部ですよね、そこに塗りたいですよね。多分化けるでしょうし、あと電源ケーブル、最近は私自作しないですけど、電源ケーブルを自作する際にはやっぱり接点部に NPS1260 塗ると、とんでもない音が出るんでしょうね。
下手な完成品で販売されている高い電源ケーブルよりもいいものができる可能性というのは大いにあると思います。私もちょっと自作の電源ケーブル、やる機会があったらそれはやろうと思ってますね、だから結構いろんなところで、遊べると思いますね。そのショートさせないようにという点だけはちょっと注意しなくちゃいけませんけどね。はい、というわけでまた、いろいろご報告したいと思います。ではまた。